はいどうも、パラプンテ J リーグサッカーチャンネルのつつです。ということで、えー、今回は、えー、長崎対山形、まあ、山形対長崎なんですけどもね、まあ、あの試合のレビューの方を行っていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、試合内容としては、何の見せ場もなかったかなと、まあ、長崎から、うん、してみたらね、まあ、その辺の理由というか、 まああの普段と違ったところとか、まあ、今回ちょっとね手倉森監督の采配の面でも、えー、なんでっていうとこもあったのでそこをちょっと、えー、見ていこうと思いますね、まあ、まずスタメンから見ていきましょうかねえー、まあ今回、えー、山形戦のスタメンはご覧の通りと、えー、なっておりますねまあ木田選手が、えー、スタメンで出てきてどうなるのかなっていう感じが、えー、しましたけどなかなか いいプレーを見せていたかなっていうのと、まあ、あの前半途中富樫の怪我がちょっと、えー、痛かったかなと、ね、ちょっと理由はちょっとよく分かりませんけども、まあ、ただちょっと、えー、重症じゃないことを祈ろうかなっていう、まあ、もちろんそう思っておりますけども、まあ、そこの面でも含めて、えー、ちょっと不可解だったところなんですね、まあ、詳しく見ていくと山形1対0長崎ということで、まあ、分からない。 ルアンの序列ということでえと僕は富樫が引いた時点で交代するよってなった時点で多分イバルボとルアンを同時にピッチに立たせるのかなとまあルアンをトップ下にしてまあフリーマンのような形にして4 − 5 1でやるのかなと思ったら入ってきたのがまあ畑選手まあもちろん畑選手も前節でゴール決めているんでそこに関してはまあ問題はないんですけども。 ちょっとねここでルアン使わないんだと、まあ。というのもやっぱり前半からね、形の,その攻撃の形っていうのはあまりそうできていなくていつもよりもちょっとこう劣勢な状態で、まあ、カウンターもうまくはまらないでボールをポジションしてもうまく、えー、シュートまで、うん、いけないっていう感じだったのでちょっと攻撃のアクセントを、えー、変えるためにルアンを使うのかなと思ったらタ、まあ、選手だったということでちょっとそこは、ね、予想外。 だったんですね僕の中では、うん、でこうなるとルアンの序列ってどうなってんのっていう話になってきますねんやっぱりね4四4 2だと、まあ、サイドで使われることが、えー、濃厚になるんですけども、まあ、そのサイドには今日、えー右,にえー、右に沢田左に木田選手ということで、まあ、沢田はともかくそして、まあ、木田とルアンでは、まあ、今のところ木田選手の方が序列は上なのかっていう感じがしますけどもも、ね、もちろん木田選手も素晴らしい選手で僕も期待してる 選手ではあるんですけどもね、そうなると一層わからなくなるなという感じがしてきましたね。まあもちろん決めるのは監督なので、まあ、監督のね、こう監督の趣味に合う選手というか先日に合、えー、う選手が起用されるのが一番まあいいんですけども、まあそれにしてもちょっと、うん、謎だった。 っていうのがでちょっとあと修正できなかったらもうちょっと長崎としては痛かったからでまあ,あのその内容に触れるんですけども、まあ、修正できなかったところとしてはハーフスペースでまあ滞渋滞していたかなとまあちょっと自分たちで自分たちの。 ススペースを消してしししててまままうっていういい悪循環に陥ってしまいましたね、まあ、結構だからね、サッカー、どんなサッカーのシーンでも結構あることなんですけれどもね、これは気持ちよくボールポゼッションしてるかなと思ったらえ結局自分たちでね、ポジションを埋めてしまって、スペースがなくてね、ボールが出せないという結局、そういう状態なんですね。で、長崎は今日前半からもずっと押されてはいたんですけども、ボールを持ったときにそこのアイディアがなかったかなという感じがしますね。今まままででななららね前のの試合までならこのハーーフスペースペをうまく使う ために選手が結構動いたりとかして、まあえー、スペース上げ開けたり、まあ、広めたりして,たんしていたんですけどもただ、この試合に関してはちょっとその動きが少なかったかなと後半、ちょっと山形が、えー、守りに入ってちょっと疲れが見えてきたぐらいにそこを使えるようになってきたんでそこをちょっと解消したかったかなというのが。 正直ありますねで、まあ、攻撃のスイッチ入らずということで、まあ、いつもならセザールが、えー、縦パス入れるところなんですけどなかなかそれもできなかったでその縦パスが入らなかった要因っていうのを、まあ、おそらく、えー、さっき1つ前で話した、まあ、ハーフスペースの付近で、まあ、選手が渋滞を、えー、していたので、まあ、縦パスを入れたところでカウンターっていうのが、えー、多分セザールの頭の中にも。 あったんでしょうねやっぱカウンターを受けるのが怖いのであんだけ渋滞していたら結構ギャンブルプレイに近いような状態になるのでそこがちょっと長崎としては攻略できなかったかなと、まあ、失点シーンに関してはね、まあ、失点シーンに関して言うならばずっと加藤選手がねここを左でチャレンジしていたので、まあ、そこで、ねまあ、破られる前に修正したかったなと。 うんそういう意味でやっぱり今日の長崎っていうのは試合中の修正がうまくいかなかったっていうのがまあ範囲の一つかなと個人的には思いますねはいでまあちょっと最近報道というかまあニュースでちょっと流れてきたんですけどもちょっとルアン帰りたいのっていうことでもう日本にいたくないみたいなねなんかこれどこまで本当かどうかわからないんですけどもまあねあんまり試合にも 起用されていないまあ、途中出場がほとんどになってきた状態でまあちょっともう日本でやってらんねえよみたいな感じになっているんじゃないかと奥さんが言っているということですルアン本人というよりも奥さんがねあの旦那が帰りてって言ってるからっていうことを <laughs> 言ってるんですねでこれでも結構ねあることなんですよ海外サッカーではね結構海外のその奥さんとかが、えー、代理人とかがね、えー、まこうマスコミとかネットとか SNS を使ってまああの脅しをかけるじゃない まあうちの選手こういうこと言ってるけど移籍しちゃうよって使って。 使わないのみたいな感じでね。うん。っていうことは結構あるんですよね。選手本人が言わなくても、えー、代理人とかね、ね、えー、その選手の関係者とか、奥さんとかがね、えー、言ってくると、こういう不満を募らせるんだよ、みたいなね。うんなのでね、まあ、そこ、どこまで審議がっていうのはあるんですけども、まあ、ただこれは一つの、まあ、駆け引きの可能性もある、駆け引きっていうかね、うんまあ、ね奥さんとしては、ね、うちのルアンを使ってあげてよっていうことを多分、えー、言いたかったと、僕は個人的には推測しているんで、まあ、まだ全然ね、 ルアンの遺跡とかはないと思うんですけどもねただちょっとブラジルの方面で、えー、ブラジルのどっかの新聞が、えー、ルアン 獲得熱望みたいな記事も確か,、えー、確か出ていたかなと思うのでそこら辺の、ねまあ、進展状況は気になるところでございますけどもただ個人的にはおそらく複数年で加入していると思うので、まあ、まだまだね、うん、今後ルアンの活躍っていうのはもちろんチームとしても必要なので、まあ、このやっぱ10番、ね、長崎残ってほしいですし、まあ、今後ね、えー、活躍してほしいと僕は思います、まあ、もちろんね今チームが首位と一応、まあ、今回敗れはしましたけど、まあ首位ということただ北九州との差が縮まって 価値審差が1位になってしまったことをここを考えるとちょっと長崎としても えー、変えないといけないところが出てきたかなと。でそこの修正するときに、このルアンの力っていうのは非常に、えー、大事になってくる、ね、必要になってくると思うので、まだまだ僕はルアンを期待したいと思いますね。はい。ということで、今回はちょっと駆け足に、えー、なりましたけども、以上でございますね。まあ、えー、今後ね、えー、ちょっと僕も実習の方が、まあ、別の動画でも言いましたけども、始まって、ね、どこまでちょっと動画上げるかわかりませんけど、少しでもね、こう、九州のサッカー情報とかお伝えできたらなと思います。はい。ということで、えー、以上、パラプンデ J リーグサッカーチャンネルのつとでした ご視聴ありがとうございました。さようなら。